Z35 型駆逐艦は、ナチスドイツ海軍が建造した駆逐艦である。ナチスドイツ海軍は、Z 計画に基づいて建造される予定であった1938バイト型駆逐艦の建造が、第二次世界大戦の勃発によって、中止に追い込まれたため、急遽現用の 1936A 型駆逐艦の増産で対応せざるを得なくなった。 1936A 型駆逐艦及び 1936A 型駆逐艦は、艦の全部に 150mm 単装砲塔もしくは2連装砲塔を1機、後部には 150mm 単装砲塔を3機搭載していたが、これは艦全体の安定性を損ないしのげなみ性の悪化を招いた。このため1936バイト型では、 安定性向上のために 150mm 砲塔をすべて廃止し、代わりに1936型駆逐艦まで搭載していた 127mm 単装砲塔を完全部に2機、後部3機搭載させた。それ以外の船体構造や兵装は、基本的に 1936A 型駆逐艦と同一であるが、機雷搭載数が16発増えて76発となっているほか、 対空兵装も大幅に増強されている。Z35 型駆逐艦は5隻ともディスコ用マグのブレーメン造船所で建造された。5隻が浸水までこぎつけていたが、Z44 と Z45 は浸水が1944年と遅かったため、戦局の悪化による偽装の遅れもあり収益することなく廃戦を迎え、戦後はスクラップとされた。 建造された3隻も、うち2隻が同じ日に、自軍の嫌い腹で食らいし沈没する始末で、残る1隻もドイツ敗戦に伴い自沈した。1936バイト型駆逐艦は、ナチスドイツ海軍が収益させ実戦投入できた駆逐艦としては、最後の方である。ジャーマン、ネイビー、で2011年3月28日へ閲覧。ありがとうございます。